私のディナーを作ろうと思います。イエーイ。どうも皆様、バースデーガールです。誕生日なんですけどね、今日広島に帰ってきて、でなんかすっごいゆっくりして、でさっきまでちょっと仮眠を急に眠たくなって仮眠を取って今に至りますね。お腹すきました。めちゃくちゃすっぴん、メイクしてないんですけど。ではまずは玉ねぎを切っていきます。玉ねぎの料理しか作ってないってくらい玉ねぎばっかり。サイヤン玉ねぎしか作ってないよね。確かに玉ねぎを切った時の匂いめっちゃ好きなんだよね。真っ二つに切りました。大きい方を使おうかな。日常ですね。誕生日と言えるのは全然もう全然日常ですね。これが誕生日よ。こんばんは。でもいつもより特別なディナーなので今日は作りましょう。ではでは準備は整ったので切れません。どうしようかな。どんぐらいね、どんぐらい使うかな。今日はスムーズだね。すごいスムーズだね今日。どうしようかな。玉ねぎ多めがいいな。多すぎてもなんかな。
みじん切りをねしていこうと思います。さすがに私みじん切りをね成長しました。真剣な眼差しで1年前と違うわ。1年前と違うよ。一味違うぜ。そう。よし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 よし、お、できましたよ。みじん切り完成。こんぐらいでいいかな。多すぎてもね、多すぎてもですからね。あ、手が冷たいわ。ここで次は お肉を入れようと思います。200g。 お、いい感じの肉ですね。お肉を入れて、
愛情を込めてね、愛情を込めてくださいよよ。一つ残らず、よし、やったー、やったー、よし。ということで、ここにパン粉、そして、待って、私忘れ物した気がする。卵がない。まあいいか、まあいいでしょう。まあいいでしょう。味変わるかな。味変わる？つなぎに、あ、ボロボロになる。マヨネーズ。つなぎ。バラバラになる。
困りました。マヨネーズでもいい？マヨネーズにしようかな。マヨネーズでどうにかなるか。味めっちゃ変わりそうだけど。変わらんか。卵だもんね。マヨネーズでいってみるか。どんくらい入れたらいいと思う？肉団子サイズならいい。味見できないから怖いねこれ。じゃあやってみるか一回。豆腐もないな。大さじ2、大さじ2ってめちゃくちゃ悪くない？小麦粉もない。まあ。パン粉多め。小麦粉ない。最近なくなったんです。そうない。ないと思う。最近切らしちゃった。重曹ならあるけど。小麦粉買わなきゃなって思ったんだよね。行ってみるよ。混ぜます。なんとなくパン粉も増やしてみる。でもこの前ヘラで混ぜたらいろいろ言われたから、こういう時こそヘラだな。私何のヘラでいたっけ。私どれ使ったっけな。そういえばヘラを使おうとしたけど、私何でこれだっけ。こんなに大きい。
何で使ったっけ。あやばいやばい、これじゃないね、これじゃないよね、間違い間違い、これじゃなかった、こっちやな、こっち、これやね。え、なんかついてる、これやな、焦げてるけど。で、これあ、卵がないけん全然、待って、赤味噌、赤味噌赤味噌って赤味噌、赤味噌使わんとね、どんな味になるんだろう。これは多分今日作ったやつはもうこれから絶対作れないよね、もう何も分からず入れたりしてるけど、でもさ、なんかまとまってきたな、こんなまとまるもの、めっちゃまとまってて逆に怖い、
お肉がツナに見えてきた。ここでこれしよう。白っぽくなったので、めっちゃ固まってるっていうか、え、ね、なんか、なんだろう、なんだかわかんないけど入れてて、なんでかわからないけど、もうね、手がベタベタになるの嫌だから。で、ここで、オリーブオイル、オリーブオイルが大さじ1、え、油って多い方がいいですかね、この場合こんな新鮮な場合で適量でいい、ありがとうございます肉当てる、あれ、テレフォンクッキングやん、こんなん。テレフォンクッキングしてる。ヒントくださいね。飛ばさないようにしなきゃね。空気を抜かせて。ちょっともうここでくっつかせとこう。くっつかせとって、真ん中へこませるの、
こませたらいいの。これはこねないハンバーグなんですよ。一味違うんです。そう、あの真ん中をちょっと指で開けるやつね。なるほど、そうシェフが言ってました。これは混ぜるんですよ。ハンバーグって言ってもこれ煮込みハンバーグなんですよ。しかもよよよよよ、真ん中を煮込ませて、よし、煮込ませた。ご飯ちょっとちっちゃいな、なんか いいんじゃない？いいんじゃないでしょうか。よし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 。そしたら、焼き色をつけていきます。焼けますね、ついに。お腹すいたね。
いいですな。いい感じ、いい感じ。ソースだな。ソース作らんと。ソース。で、スターソース。もう作っちゃいますね。
強そうなケチャップ買ってきた。ハンバーガー屋さんに置いてあるやつ。完成完成。そしたら水。卵はなかったけど、どんな味になってるのか。よし、そしたらバターで。10グラム、どんぐらいだ。どんぐらいだな。よし、そしたら今回もリンゴをね、買わなかったんだよ。もうめっちゃ自由にやっちゃってる。自由だ。自由だ。
味かな。どんな味になってるのかな。ドキドキドン。どんな味。ドキドキドン。ハンバーグ。ドキドキドン。この曲はよく歌う。桜咲いたら一年生一人で生きるかな。隣に座る子いい子かな。勉強するのかな。5分経ったっけ。誰でも最初は一年生一年生ドキドキするけどどんどん行け。ドキドキドン。一年生。ドキドキドン。一年生。友達できるかな。めっちゃ覚えとる。この曲ね、好きやったんよ。誰でも最初は一年バーグから白いのが出とったら完成ですね。なんかね、
火が通ったっていう合図らしい。5分ってもうちょっとだよ。合ってるよな私。何回かいろいろありながらもなんとかかんとか。ご飯はパッキです。5分経った気がするね。あ、白いのが出てる。わーい、ハッピーバースデー。完成です。ハッピーバースデー。縮んでるの、ハンバーグが。ハンバーグが縮んでる。どっちがちっちゃかったかもう分かるの。どっちかな。ひっくり返しとく。できました。完成です。誕生日、今日誕生日だからね私。カゴシェフ、今日は普通の日じゃないよ、誕生日だからね。普通の日じゃありません。イエーイ、できた。パチ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 、最高。
型崩れしなかったね。すごいわ、ありがとうございます。いいね、いいね。いいね、いいね。いいじゃないか。これが高尾流ハンバーグです。まだ味確かめてないけど。味見しますか？味見します。どうでしたか？味見してみて。おいしい。ハンバーグ冷めちゃう。お母さん、ちょ、お母さんじゃありません。お母さんじゃありません。お母さんじゃありません。よしよしよし。
9時半びっくり。いいんじゃないでしょうか。うまく撮れないな。じゃあ食べようと思います。一口だけ。この配信でいただきます。おいただきます。うん、うん、うん、おいしい。あれ、おいしい。これ美味しいです。うん。しっかり美味しいですね。卵がなくてもハンバーグできました。イエーイ。いろいろあったけどマヨの味しないな。じゃあ検証。マヨは卵の代わりにもなるということでしたね。すごい良かった。買いに行かなくて卵。うん、美味しい。じゃあ私はこの後食べて一旦お開きです。バイバーイ。